エドワード・マルヘアーは、アイルランド出身の俳優である。1923年、アイルランドのコークに生まれる。その後、アイルランドで育ち、大学では初め薬学を専攻するが、後に演劇の道を進んだ。1942年に地元コークの劇場で演劇のキャリアをスタートさせ、ダブリンを経て、ロンドンに活動の場を移し、ローレンス・オリビエが演出のシェイクスピア作品。 オセロでオーソン・ウェルズなどらとも共演した。後にアメリカへ活動拠点を移し、1957年からブロードウェイ部舞台のマイ・フェア・レディにヘンリー・ヒギンズ教授役で出演し、高い評価を得た。なお、同作はロングラン上演され、1962年までマルヘアーも出演している。イギリス時代からロビン・フットの大冒険など、 いくつかのテレビドラマなどへも出演しており、アメリカでは1957年にスタジオワンでテレビデビューした。1964年あたりからはフランクシナトラ主演の脱走特急などの映画へも出演し始める。1966年のジェームズ・コバーン主演のスパイアクション映画電撃フリント号合作戦ではコバーン演じるフリントに執念を燃やす仇役で出演。 その後も順調にキャリアを重ね、1968年から出演したテレビドラマ、ミセスと幽霊などで人気を博した。1982年から4年間レギュラー出演した、デビッド・ハッセルホフ主演の特撮ドラマ、ナイトライダーで演じた、主人公、マイケル・ナイトをサポートする良き理解者で財団の管理者、デボン・シャヤー役は日本でも知られている。なお、 晩年ハッセルホフのもう一つの代表作でもあるテレビドラマベイ・ウォッチ・ナイトへもゲストとして出演した。1997年、肺がんのためカリフォルニア州のバンナイスで死去。74歳だった。吹き替え声優は中村正が担当している。ありがとうございます。